いや、喋れない。緊張してきた。え、なんか夢中になっちゃって。今急にドット。そう、睡魔だ。ずっと腹減った。もうずーっと今日は朝のさ、冷やし中華しか食べてなかったから。そっか。私結構食べちゃった。怒涛の追い上げを見せてた。そう、おにぎり、おにぎり、冷麺っていう。めちゃめちゃ食べてて炭水化物とか。私はもうお腹が痛い。でもあれしょ、この後プリ取りに行く。プリ取りに行きます。この格好でプリやる。あれに行く。でも私は自信しかない。結構良かったよね。いや、もうなんか駒形のポテンシャルの高さに恐れおのろき侍って感じがして、いい、あれはなんか最後の最後に撮ったやつがいい表紙候補で、すごかったあれ。最初はなんか前回の角つけた方のカーテン越しを表紙いいなって思ったけど、今日のあれを見たらあっちが絶対表紙だなって思った。はいはいはい。まちゃんのってすごかったよ。あっちの情報量の情報量、ああいうのを求めてたの。情報量多くしたくて、めっちゃ情報量すごかったの。そう、いやでもめっちゃいい写真、ストロボっていうこのなんか、ね、なんかつけてね、フラッシュを使って光を飛ばすやつを撮らせていただいたので、マジでもうポスターにできるぐらい、駅に貼ってありそうだもん。貼ったよね。貼ったよね、多分貼ってあると思う。貼ってあるだよ。なんか見てみて、見てみて、駅探してみて。一生見つからないから、見ないんだって。じゃあ続いて、結構どっちもね、自信のある出来になったので。いや、私マジ撮るのめっちゃ楽しかった。もう自分のターンはいいから、もうこの辺で撮らせてくれよ。上手、とっても上手だ。上手。暁にはトモシャのハッシュタグで、優しい言葉をお待ちしています。よろしくお願いします。イエスイエス。会えたよ。食べて、パン食べてプリも取ろう。